空手家というのは本当に逆境に強いと言いますから、それもフィロ選手に頑張ってもらいたいですね。本当そうですね、ここは一死ね。そうですね、空手キックで空手どっちかに回るのもおかしいんですけど、はい、ここまで本当空手の選手が負けてますんで、はい、フィロ選手に何とか勝ってほしいですね。さあ胸躍る夢の対決、ピーター・アーツかフランシスコ・フィリオか。まだフィリオは生涯一度もダウンを期したことがありません。さあ試合始まった。アーツの右のローキックから、さあ飛び込んでいった。フィリオが初めて飛び込んでいきました。珍しいですよ、珍しいですね。いや、これまではカウンターでずっと戦っていたフランシスコ・フィリオが初めて飛び込んで右のストレートを放っていきました。ピーター・アーツもフィリオもすごい名してますね。昨日会った時のフィリオ選手、今までもう本当なんでこんな怖い顔してるんだろうっていうぐらい、本当厳しかったですよね、表情が。今までにないフィリオ選手ですね。そうですね、はい、いや今までダウンさえ、ああいい入った、惜しい。フィリオのハイキックにアーツのローキック。いや今日はアグレッシブですね、フィリオが。お互いアグレッシブですね、もうここで空手もう特進の意地を見せてもらわないと、はい、ちょっと僕は寝れないですね。本当にね、勝家さんそうかもしれませんが、フィルの気合がすごいですよ、いやこれはおそらくアーツは予想してないんじゃないですかね。これほどまでにフランシスコ・フィルが前に出てくるという戦い方は、いこんな動いてくることないんじゃないですか。いや本当初めてですね。あ、ちょっと聞きましたね。ロジック、さあ石井館長どう見てますか。いやフィルいいですよ、いいですね。何かやってくれたの。右のローキック、右のローキック、パンチ警戒しながらローですよね、また飛び込んでいく振りを素振りを見せました。いやフィルのローキックが効いてますね、これまでは常にカウンターで戦ってきたフィリオ。そうそう、前回は冷静法にかかってこいと言われても動かなかったフィリオ、そのフィリオが今日はピーターアーツに立ち向かっていっています。アグレッシブに前に出ています。あ、飛び込んでいった。アーツ、いやでもフィリオ選手の距離すごくいいんじゃないですか。いいですね、距離本当に紙一重のところでパンチかわしてると思うんですけど、フィリオは、ね、すごい目がいいんですよ。距離がすごくいいですよ、ね。あのね、紹介スコア見たんですけども、7、8人であって、あの一発一発もらってませんからね。なるほど、視力よく見てます、必ず自分は一発当てます。このフックすごいですね、ですから、あのカウンター瞬間の一撃がそこで生まれるんですね、このフィリオは。いわゆるあのフィリオ選手前傾の姿勢じゃなくて、あの後屈の姿勢なんですけど、その時はやっぱりいいですよね。胸に向かってフィリオが前に出ようとしています。アーツが選手がですね、もう一歩前に入れないですよ、普段だともう一歩来るんですけど、ね、そうですよね、もっとラッシングパワーで来ますよね、アーツはね。やっぱりフィリオのあれですよね、今みたいなね、さっき の, あの下がったこの後退した方があるじゃないんですよね、本当にパンチを見ての、はい、動きだと思うんですけども、いや本当にね、今 K-1 ファンの中で最も見たいカードです、ね、本当そうですね、実現したドリームカード。左フッカー、右のハイキック、かわした。右を見つけています。フィロ選手のローキックはいいですね。そうですね、あの、先ほど聞きましたね、聞いてるのはフィロ選手のローキックですね、はい、そして右のローを放っていきます。右ストレート飛び込んでいく、左インコ、ダウン、右のストレートから左を返した。アーツ初めてのダウンです。フランシスコ・フィリオが初めて消した、生涯初めて消したダウン。しかし立ち上がりました、フィリオ。そして第1ラウンドも終わっている、終わっています。第1ラウンドは既に終了しています。しかしフランシスコ・フィリオが初めてダウンを消しました。右ストレートを避けたところに左ストレートが伸びてきた。衝撃はそれほど大きくない。だが極真 K-1 を通じてフィリオが初めて倒れたという事実が衝撃だった。空手絶体絶命。これが極真時代を含めてフランシスコ・フィリオが初めて喫したダウンです。第1ラウンドからフィリオが倒れています。おっと、ちょっとアーツサイドは何か、三宅さん、はい、アーツサイドですかね、アーツの右足が出血してるんですよ。ああそうですね、これに対してドクターは、ちょっと傷が深いんじゃないか、今情報は出てますが、傷が深いんじゃないかということを言ってますね。試合が止められた。あ、フィリオの右手が差し上げられた。
この傷が、ドクターストップさせていただきます。1ラウンド、ゴングからわずか1秒後に放ったアーツのローキックをフィリオはすねで受け止めた。その瞬間、アーツのすねはかまいたちにでもあったかのように肉が割れ、骨まで露出してしまった。空手家、しかも怪物フィリオの鋼鉄のすねが空手チームに貴重な一勝をもたらしたのだ。しかし、アーツを完全に倒して手に入れた勝利ではなく、実に苦しい一勝だった。よりまして、青木玲奈、大志子フィリオ選手の勝ちとなります。それでは選手、足の骨が、腕の骨が折ってます。よって、ドクターストップとさせていただきます。ドミニオリスカンセルトオープン。東海テレビ放送福祉会社事業局長、山内孝明様より勝利者トロフィーが贈られます。